今月上旬の季節外れの暑さから一転してだんだんとこの時期らしい気候となってきました。日中も風が冷たく感じられます。寒くなると食べたくなる鍋ですが、気温と鍋のニーズに関するデータも。民間の気象予報会社ウェザーニューズの調査によると、最高気温が18度以下になると鍋を食べたくなる人が過半数になるということです。実際に岡山市と高松市のこの1週間の気温を見てみると、ほとんどの日で18度を下回っていて、鍋のシーズンといえます。ニーズが高まっている鍋に欠かせない野菜の価格は今落ち着いてきているんです。例えばこちらでは4分の1サイズの白菜は夏の時期に最高値が178円でしたが、今日は96円。大根1本は夏の時期に最高値が298円でしたが、現在は214円と例年並みの価格になったということです。これから旬を迎える春菊も、去年は198円でしたが、現在は193円と去年を少し下回っています。夢タウンは葉物野菜の価格が落ち着いたのは、先月高温が続いたため生育が良く出荷量が増えたためと見ています。高い時はなんかその中でも安いものを選んでしようって思うんですけど、まあ、値段が下がってきたらいろいろ食べたいものを買おうかなっていう感じになります。一方、白ネギは高騰しています。一束258円で例年の 1.3 倍ほどです。白ネギについてはですね、まだ高値が続きそうな雰囲気で、どうしても先週の寒波でですね、産地の方がちょっと出荷が遅れているということがありまして。夢タウンでは白菜などの葉物については年末まで例年並みの価格で推移すると見ていて、売り上げに期待しています。一気に例年に戻った感じですね。それまでがお鍋の需要がなかなか出にくい気温で推移してましたので、大変期待しておりますね。